モンキレンチモンキーレンチとは、ボルトをつかむ部分の幅を、ウォームギアによって自由に変えられる、レンチの一種。英語では、調整式レンチの意味で、アジャスタブルレンチ、または、アジャスタブルスパラーと呼ばれる。日本では、日本工業規格ジス B4604 で、規格名称は、モンキレンチ、英文名称を、アジャスタブルアングルレンチスとして規格化されている。しかし、 アングルのないものはモーターレンチスという故障で呼ばれるためアジャスタブルレンチスと故障するのが一般的である。モンキーレンチは1本で複数のサイズのボルトを回せるため便利であるがギア機構を利用しているためどうしても顎が固定されずガタつきが発生しボルトを痛めやすいバックラッシュを抑える機構付きのものやベンチ上で力を加えることで ガタつく可動側の上部分を押さえ込むものもある。また、レンチ頭部が大きいために狭い場所では使いにくい。モンキーレンチと呼ばれるようになった名前の由来については、諸説ある。シャルル・ムンキーが1858年頃に調節可能なレンチを発明したことより発明者の名前から、モンキーとなったという説がある。また、モンキーという人物により、 原案が考え出されたからだという説もあるが、これはアメリカの北カルフォルニア、オーロビルニアルコング博物館館長のバットによれば、あまり信憑性のないネタ話であるらしい。この物語は19世紀後半の歴史研究と特許研究によって反証されたが、実在の人物に触発されたようである。チャールズ・モンクは1880年代に、 ブルックリンのウィリアムズバーグセクションに住んでおり、モンキーレンチのようなメカニックのツールではなく、モールダーのツールを作成して販売していた。彼は、モンキーレンチという用語が最初に印刷物に登場した後に生まれたため、モンキーレンチを発明、命名することは不可能である。また、工具の開口部全体の形が猿の頭部に似ていたとからという説、このレンチが 鬼よって持たれている猿のように見えたからだという説がある。1800年代の工場では蒸気動力を使用しており、その配管が工場の天井近くに張り巡らされていた。この配管ラインのメンテナンスをする若い作業員たちは油まみれになって天井近くをまるで猿のように飛び回り、グリスモンキーと呼ばれた。 多くの工具を持ち歩くのが不便な彼らが一丁で様々なサイズに使用できると愛用したレンチということよりモンキーレンチと呼ばれるようになったという説もある。この説は前日の工具博物館館長バッド曰く最も信憑性が高くアメリカでは一般的に語られているとのことである。アメリカではモンキーレンチの最盛期には多くの会社が製造していたが クレセントというブランドが有名になり、今も年配の世代ではこの工具のことをクレセントと呼ぶこともある。日本の作業現場では、モンキーレンチの故障から、エテコーと故障する職人もいる。初期のモンキーレンチ調節可能なレンチとは、ナット、またはボルトを回すことができるように、調整することができる、可動アゴのある種類のレンチのことを言う。このレンチは、 顎の平面の間の距離を変えることができるオープンエンドのレンチである。ボルトやナットが手で作られていた時代、各々のナットは同じサイズと表示されたにもかかわらず、同一サイズのレンチが全てのナットに合うというわけではなく、それらには大変寸法の違いがあった。従って、作業者は多数のナット製造元の異なる専用スパナを持ち歩く必要があった。 1790年代以前、鍛冶屋はハンドルの端に L 字状の固定顎があり、くさびできちんとロックされたスライドする顎が調節可能なレンチを作り始めていた。この頃のレンチに関する大きな問題は、くさびが滑るということであった。顎はナットに対する保持力を失って滑り、ナットに損傷を与えたり作業者が拳に怪我をした。 作業者がこの問題の解決を鍛冶屋に働きかけたので、多くの鍛冶屋によって、幾多の改善がなされた。エドウィンによる調整をするために、ネ、ね、ジ機構を使ったレンチは、最初の大きな改善の一つで、特許権を得た。また、エドウィンは、最初の芝刈り機の発明者でもある。しかし、顎がハンドルに直角であったので、レンチは、狭い場所で使うのが難しかった。 米国企業が生産し始めるまで多くの初期のレンチは英国で製造、販売された。レンチは最高で6フィートの長さまでのサイズがあった。この例はコールキーレンチである。現在使われているような調節可能なレンチはスウェーデンでヨハン・ペッター・ヨハンセンによって1891年に最初に発明された。彼自身が 多くのスパナを持ち歩き疲れるようになったので調節可能なレンチを発明した。彼が発明した最初のレンチはパイプレンチに似通っていた。ギザギザの顎がナットやボルトを破壊したのでヨハンセンは滑らかな顎を持つものを開発した。後にニューヨークのジェームズタウンにあるクレセントツールとホースシューカンパニーを訪れた客たちは彼らがスウェーデンで見た。 調節可能なレンチを説明したこの時、オーナーのカール・ピーターソンは木製のモデルを製作したが、これを金属製にすることは困難であった。しかし、クレセントツールとホース州カンパニーは1907年に鋼鉄製の調節可能なレンチの製造に成功する。これらのレンチはすぐに人々がどんな調節可能なレンチでもクレセントと呼んで人気商品となった。 このレンチの正しい名前はオープンエンドアジャスタブルレンチである。現在クレセントツールはクーパーツールに所属している。締め付け、金具が多くの異なるサイズであった時代には前述の通りに多くのレンチがあったし、モンキーレンチは需要に応える良い代用工具と言えた。しかし、部品、工具とも仕様が規格化、標準化された現代では工具セットに 規則的な固定サイズのオープンエンドレンチ、またはボックスエンドレンチがあるならば、モンキーレンチは使用してはならないし、プロはそのように教育される。顎のサイズを開き、具合を変えられるがゆえに、知らないうちに顎が動いてしまう可能性があり、それによって固定されたサイズのスパナを使うよりも締め付け、金具の角部を丸くしてしまう危険がある。もう一つの問題は、顎の厚みと圧倒的な、 大きさであり、限られた振り角度で狭い場所で使用するのは難しい。モンキーレンチの最大の特徴は、ボルトを掴む部分の開口幅をウォームギアによって自由に変えることができ、複数サイズのボルトを回せるために利便性が高いことである。モンキーレンチがボルトやナットのねじじめ工具として開発された当時は、一丁で多くのサイズに対応できる。 画期的なレンチであり、使用工具の一つであった。現在の、角、サイズごとに対応する、ソケットレンチや、メガネレンチなどが発明されてからも、価格的にいろいろなサイズを揃えることは、プロユーザーでない限りなかなかできないことであった。かつて車載工具であった時代もあり、どの家庭にもといって良いぐらい、モンキーレンチは所有されている。HQNQ ともに本体及び下顎は、 工具工を単造加工した後、熱処理が施されている。ヘッドのハンドル方向に対する振り角度15度は、レンチを裏返して使うことで、六角ナットの一辺の角度である60度の振り幅で、使用できる意味があり、とも示する場合、15度プラス15度で、最小限の振り幅で締められる。ネジ形状の大麦屋を指で回転させると、ラックのついている下顎がスライドして開き、 具合を調節することができる。モンキーレンチはボルトやナットをレンチの開口部奥まで入れ、締め付け面にガタのないようにしっかりとオームを回してセットすることである。この時、少しでもボルトやナットと締め付け面にガタがあると力を加えた時に六角角部をレンチが潰してしまい滑ってしまうことになる。最も注意する必要があるのが、 ハンドル部に力を加える方向である。必ず下顎方向に回す。反対に回すと構造上強度が小さい下顎に過大な負荷がかかり、破損する場合もある。モンキーレンチは六角形状を2点で保持するのに対し、ソケットレンチやメガネレンチは6点で保持することができる。モンキーレンチの場合は、過大なトルクを加えると2点保持であり、またレンチの2面幅に使用中に、 ウォームが回って、ガタが発生する、可能性が高いため、悪くすれば六角角部を潰してしまい空回りする、ことになる。これは重大な欠点であり、仮締め用途には許容しうるが、本締め作業や、錆びたネジの緩めに使用するのには、あまり適切でない工具である。確実な作業のためには、モンキーレンチでなく、六角全部、 四角全部を保持するタイプのレンチを使用することが望ましい。ボルトナットの規格化や加工精度の向上、ソケットレンチやメガネレンチのセットが普及してきたことにより、工具を使用するプロの作業者の間では、モンキーレンチの使用はできるだけ回避される傾向になっている。また、熟練の作業者はすぐに適正なサイズの工具を判断できるのに対し、初心者はサイズがわからず、 何にでも合う、モンキーレンチを多用することから、モンキーレンチを使ううちはまだまだとも言われる。一般のモンキーレンチは、ウォームとラックの組み合わせには、組み立てが可能なように少量の接機を設けている。また、この隙間がないと、ウォームが回転しない。これが、ガタとなって現れ、レンチでナットを締め、外して、次の大変に取り付け締め付ける操作を繰り返していると、ラックと、 ウォームが接触と無接触を断続して繰り返すので、下顎の位置が移動してしまったり、下顎の自重でラックとウォームの接機の量だけ下顎の位置が動いてしまい、その都度ナットなどを加えてからでないと、正しい下顎の位置をウォームの回転で決めることが難しいという不具合がモンキーレンチにはある。この問題を解決する方法としてバックラッシュレスウォームは、 ウォームとオサイウォームとの分割体より構成し、ウォームとオサイウォームとの接合面に両者が一体に回転するための回り止め機構と適度な感激を設けて、ウォームがラックの平面部と接触するとともに抑えウォームがラックとウォームの接機の隙間をなくす働きをしてバックラッシュを吸収する構造となっている。このバックラッシュをなくす構造のウォームを実際の商品に取り入れているのは、 トップ工業のハイパーレンチとトラップレンチである。スウェーデンのツールメーカー、バーコは、モンキーレンチの原型考案者である、JP ヨハンソンによって創業された。開口部の目安となるスケールを初めてレンチ本体に、付けたのも、バーコである。バーコ NL、バーコのモンキーレンチと、世界中の多くのものとの最大の相違点は、オームの回転方向と下顎の移動方向が逆と、 なっていることである。バーコのロゴの下に釣り針マークがついているのは、一時期サンドビッグ社の傘下にあった時に、バーコの一部門で釣り針を作っていたことにちなむ。その後サンドビッグ社から分離され、現在はアメリカのスナップオングループに属している。大きなサイズのナットの割にシール部材により、機密性を保つ、締め付けトルクの小さい樹脂製部品や機器部品が最近は多くなってきている。 バーコも実施規格に制限されることなく、ショートタイプで開口部がワイドな門機を販売している。近年の傾向として、長時間の作業においても疲れないように柄に、肉抜きの窓を設けて軽量化したものが多い。また、ボルトをつかむ顎部分が薄くなったものも登場し、ダブルナットなどの作業もしやすくなっている。日本のトップメーカーは、ラボーテックス社である。 長年モンキーレンチのトップメーカーとしてジス企画品を製造を販売してきた。1928年に製造を開始し、1932年に本発のオールドロップフォージングによるモンキーレンチ製作に成功。1951年にモンキーレンチでは全国第一号のジス表示認可を受けている。しかし、1998年12月に自らジス。 規格外モンキーレンチであるハイブリッドモンキーレンチを発売した。これはスウェーデンで発明されてから100年変わることのなかったモンキーレンチを現在のユーザーニーズの変化に対応した画期的ヒットモデルとなった。質量を小さく軽く、全体の幅を薄く、口幅の開きを従来品よりも大きくしたのである。ハイブリッドモンキーレンチをヒットさせたラボーテックスはその後、 ポケットモンキーをシリーズ追加している。これはハイブリッド品の本体長さを短くした商品で狭いところや大きなトルクを必要としない部材での使用を対象としており、これもまたモンキーレンチの革新的モデルとして市場に受け入れられた。他メーカーとしてはトップ社も2001年1月エコワイドモンキーレンチとして ラボーテックスシャドウ等品を揃え、2007年8月発売の KTC 社モンキーレンチ WL を入れて競合している。構造は異なるが、モンキーレンチにラチェット機能を持たせたオートレンチラチェット式を1982年に愛護社が商品化している。新潟県作業工具共同組合企画、アルツールのアルミ合金を主要材料とした。 モンキーレンチも愛護者が商品化している。世界における主要メーカーは、バーコ社とスペインのイレガ社である。イレガは1960年の創業以来、モンキーレンチの製造、開発ビ筋に力を注いできた世界で、唯一のモンキーレンチ専門メーカーである。プラント配管作業、外国人技能実習機構、2018年10月21日閲覧。 1926から1927年にかけ、日本陸軍がフランス陸軍から指導者を招聘して、航空ガソリンエンジンの整備取扱い法を指導させた際の記録、発動機取扱い法特別教育品施報告においては、エンジンの分解、組み立てに関して自在らやりは、鉄追とともに、公主の二大的なりと記され、さらに、 仏国においては、現婚自在長やりは、各発動機工場より全くその影を任務ることあたわざるほど、その使用を言うくることに努めつつありとまで、フランスでの実情を示して、モンキーレンチの使用を避けるようといていた。二十一世紀初頭の現在でも、確実なボルトの締め付け、分解には、ボルト寸法に適合する通常型スパナ、またはボックスレンチを用いることが望ましく、 モンキーレンチは極力使用を回避すべきものとされる。ABCDE 高野総 2012P153 工具の本20135ページ2010年3月5日発行株式会社学研パブリッシング出版工具の本20135ページ2010年3月5日発行株式会社学研パブリッシング出版トーマスズットン ザ・ハンドツールズマニュアル p, 93, p 95, 9 3 p 9 5 t s t c パブリッシング ISBN 978から1から93万4302から36から1トップ工業登録特許第293万4875未君焼63から4612号ありがとうございます